えー、実はまた三重県に行ってきましてこれは伊勢湾岸道を通ってる映像です三重県の、ね、伊賀市に行ってきましたでも今年でねこの三重県に対する見方というのはいろいろ変わりましてですね、まあ、三重県といえば同和行政が盛んで解放教育そういうものが盛んっていうようなイメージが今まであったんですけどもまあ、僕の中ではねもうこのバイオレンスとこの アウトローーが渦巻く世界というなんかそういうううそイメージになりつつあります。まあ一つはねもうこのチャンネルで紹介しているあの津市の相生町自治会の件そしてもう一つはですね、えー、伊賀市の件なんです、まあ今日調査してきたものなんですけども委員長がね三重県連の委員長が、えー、八幡町っていうところのね童話地区の住民が収めている駐車場の。 使用料を横領してたと自分のものにしてたとでさらに今回分かったのはねあの伊賀市の職員も関わってると、えー、なんか三つね会計報告は出てるんですよねそのだから三重帳簿みたいなもんですよ一つは黒字になってて一つは赤字になってるっていうのまあ要はねこれ黒字になってるのに 市の方にお金が返されてないっていうのはおかしいから赤字になっていることにしている決算書っていうのを別に作ってるんですよ。であの伊賀市のどの職どこ今どこの部署にいるどの職員がやったかっていうこともまあ大体大体というかもう分かってますよね。そして今日は津市でね市議会があってこの相生、e、町自治会長の問題について質問があったんですけども以前はね 市議会で川口議員が、まあ、これに関連して YouTube に差別的な動画が上がってるけどどうなんだみたいな質問をしてたんですけども、まあ、その後はそういう質問は封印してとにかくこれけしからんから刑事告発しろっていう話になってるんですけどもそしたらね今度は福田議員が今日ねまた変なこと言ってましたよね。えー、差別的な、ね、情報がインターネットに出てるかららら対処ししろって言ったらそしたそ 松下人権政策理事でしたっけなんか地方法務局に対処するのどうのこうのって言ってるんですけどもう本当に何も反省していないというか、まあ、実際その情報が何を指しているのか分かんないんですけどもまあとにかくこの愛護市長の自治会に関連する問題なわけでしょでもあの同話同う,う音声というのをね 見てるはずなんですよで市役所の中であんな堂々とねエセ同話行為を許してねでずーっとそのエセ同話に公金をね税金を出しててそれでやることがあまりにも恥知らずじゃないかと思うんですよね。で地方法務局法務局がやってることって言ったらもうねなんかね 何かあ,るあったことに対してちゃんと説明するっていうんじゃなくてとにかく消せ消せ黙れ黙れって言うしか能がないわけです。でそれれでで法務局からはもう僕はは僕完全に差別者扱いされてるんですよ事件者はねだけどじゃあそのね法務局があってで三重県庁もあるあの天下のね三重県の、えー、県庁所在地で堂々と衛生ドアにたかられてたわけですよ市役所はね。で それに対してこの差別者であるところの自転車がこうやってネットで話題にしないと是正されなかったわけですよこの自転車が言わなければずっとやってたわけですよねあとね概要欄に貼っておくんですけどもあの爆災ねあそこにいろいろ書かれているのを見てますはいであそこにね例えばねなんか変なこと書いてあるんですよねえー、部落解放同盟はねあの 休断すべきだみたいなこと書いてあるんだけどブラック解放同盟の三重県連っていうのはどういうものかっていうのはさっきお話した通りでその横領してる県連の委員長が横領してる団体がその補助金詐欺やってる人を糾弾するっていうのも相当おかしな話だと思います。あとはなんかねなんかえただのどうだのなんかひたすら書いてる人もいるんだけども。そのあす ネット結局誰でも書き込めるんでねあそこ確実に田辺さんとかその周辺の人も書いてるし市の職員も書いてるしでいくらでも自作自演できるんでねでその自作自演でわけの分からんことを書くような人がいるとかあるいはその差別をでっち上げてね、えー やるっていうのはそういう人がいるっていうことはもう過去ねいろんな立ち回りの時点とかで実証されてるしまあ実際やろうと思えば誰だってできるわけですがそういうことはだからおかしなことを書く人はそれは無視すればいいだけの話で法務局が出て投稿ってやったってねそれ逆効果だと思いますよあやっぱしこの童話関係だとね悪いことをやってもこの全力擁護が出てくるんだとだからそういうところでやっぱ童話が絡んだら悪いことをやってもね 役所がね全力で潰してくれると、まあ、そういうふうな意識というものがですねやっぱり広まっていってしまってそれでアウトローな方々がそれを利用してるっていう状況があるわけだからねだからいい加減に反省したらどううでですすかって思うんですよねあの本当に冷静に考えてねそんな法務局がね削除要請してそれでじゃあ 不楽問題に対して解決しますかみんな良い,い印象を持ちますかあの愛宏町とか田後町に対してですよ法務局が出てきて逆効果だって思いません、ね、普通に冷静に考えたらだからその辺ねいやあの法務局のねその職員の人も分かってるしいつの職員もね三重県の職員もちゃんと公務員試験受けてねちゃんとその普通の人よりはね ちょっと高いぐらいの学力レベルを持って役人になってるわけですから、そんな冷静に考えたらわかるでしょ。誰の言ってることが正しいか。だからね、あの法務局の皆さんはね、本当にね、あの法務大臣にね、ちゃんとね、現場の状況というものを伝えてですね、うん、あの法務局っていうのはね、もう僕に削除要請するんじゃなくてね、もう僕に協力すべきです。 僕は正義の味方じゃないんだけども少なくともねその一部のエセド話が発狂してるだけの話で、ね、別にそれで、ね、今回の件でもね別に僕,僕のせいで相生一長とかあの辺の印象が悪くなってるんじゃないですよ。あくまでその田辺哲次がエセド話をやってでそれに対して役所が燃料を注いだからああいう状態になってるっていうわけです。 だから、ね、何が原因で何が結果なのかっていうところの、ね、認識を間違えたらダメです、ね、まあでもあの爆災にしてもね YouTube のコメント欄にしてもねそんなそんなボロクソ書いてないでしょそんな差別的なことを書かれてないでしょあくまで皆さんねあの田辺哲次とあの役所の幹部職員が悪い,悪いんだっていうことは分かってるんで別にこれで、ね、部ブラック差別が助走されるっていうことは絶対ないですから。 これから警察とか、ね、地元のメディアが扱うのかどうか、まあ、よく分からないんですけども、まあ、別にね同案件だからって他のことと別に区別しないで公平公正にやっていけばいいんじゃないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。